昨日スタートしたグランパスの一時キャンプ。今年でキャンプ地10年目となった沖縄県南風原町の歓迎セレモニーから始まりました。最高気温は21度でしたが、風が強く体感温度は低い中で、練習時間はおよそ1時間半。チーム力と体力アップを目指して、初日からボールを使ったメニューをこなしました。今シーズンは14人の選手が加入した新生グランパス。中でもちゃんとが注目したのはこの2人。1人目は京都サンガ FC から移籍したパトリック選手。 J リーグ通算96得点を記録し、グランパスではいきなりエースナンバー10を背負うチーム最年長、頼りになるベテランです。Eu quero mostrar meu ponto forte, né?Jogador agressivo, jogador que tem bastante força e principalmente jogador que faz bastante gol para poder ajudar a equipe.